CGS 動画の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日も変容する中国のシナリオ、川添恵子先生とともにお送りしていきたいと思います。川添先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。します。毎回ちょっと僕も聞いててですね熱くなってしまうような、はい、非常に楽しいあの番組をお聞きしてるんですけども、はい、あの今日はちょっとショッキングと言いますか、きつい言葉でテーマを設定すると、モンゴル、チベット、ウイグルへの中国の侵略ということで、はい、あのお話をお聞きしていきたいと思うんですが、はい、そうですね、まあ、まず、まあ、中国共産党じゃなくても中国国民党の、ね、はい、蒋介石君も戦後台湾をある種で言ったら侵略してめちゃくちゃにしたわけですよね、はい、ですから、まあ、中国の支配層というのは、うん、どんな党の名前であっても同じことをやってるなという感じはするんですが、はい、うん、はい、まあ、特にあの、まあ、かわいそうなのの順序をつけるのはおかしいんですけれども、ウイグルの方たちは非常にかわいそうだなと思うことがあるんですね、はい、まあ、なぜかと言いますと、うん、やはりチベット の場合はダライラマさんという方が、まあ、ノーベル平和賞も取り、うん、そして密教であり仏教ですよね、はい、仏教に対してはキリスト教徒の社会も非常に支持をしているわけですよ、うん、でもウイグルの方たちってイスラム圏なので、はい、イスラム圏に対してはこうキリスト教徒の人たちっていうのはあんまり優しくないんですよね、うん、 なので、うん、非常になんか割り送ってるというか、同じこと以上にさらにひどいことされているのがウイグルだって気がしているんですが、はい、うん、その割にはなかなかこうウイグルの母もいるわけですけど、はい、うん、こう世界的な部分での広がりがちょっと ちっちゃいしてかわいそうだっていうのと、はい、やはり一番それを分かってあげなきゃいけないのは日本であったり台湾であったりするんではないかというふうに思ってるわけです、はい、でしかも、まあ、ウイグル東トルキスタン の場所では1964年から大きな核実験をやってたわけですよね、はい、で核実験に関してもその頃までにはロシア、ソ連を含めてあの地上ではなくて地下の中で実験をもう始めていたわけですよね、はい、人体に非常に影響がありすぎる、はい、悪すぎるという、うん、ところが毛沢東のその時代1964年は地上でやってたわけですよね、うん、砂漠のローランの周辺で、はい、というところで、まあ、あのウイグルの方たちは一説には20万とか70万とかいろいろ数はありますが、たくさん病気になって命を落とされているわけ で、はい、でそういったことを考えても、うん、まあ、とても悲惨な場所であり、その上である意味で言えば私が中国にいても一番そのことについては遠かったっていうか知らなかったっていう感じなんですよね、はい、うん、でまあ、それと、まあ、NHK のせいにしていいか悪いかわからないけど、シルクロードっていう番組のね、はい、80年代の80年ぐらいからかしら、はい、きっと始まっているわけで、うん、そのこう幻想的ないいイメージだけが、はい、そこの地域についても広がってしまったわけですけど、はい、そういうのが放映されている時にも並行して核実験があったんだと思うと、うん、NHK の罪も、はい、重いなと思いますよね、うん、いやそれこそよくね、今反原発放射能放射能って過度にやってる方々いらっしゃいますけど、いやなんで今まで中国の核実験とか ね飛んでくるじゃないですかと、 それこそ PM2.5 じゃないですけど、 それは言わずに日本のことばっかりやるでしょ、なんで中国にもっと言わないのかなと。そうなんですよ。あと人権も日本の人権人権とは言うけど、チベットはウイグルの方の人権のことを言う日本人ってほとんどいないじゃないですか。あれね、まあ、僕ら左翼左翼って言いますけど、すごい欺瞞だなと思っていて。そうですよ、核のない世の中をって言うんだったら、はい、まず中国に行ってくれと、うん、ね、思いますよね、はい、その中国ね、まあ、あの私なんかは全然政治家になる前にあのセブンイヤーズインチベットっていうブラッド・ピットの映画を見て、はい、それで初めてチベットの問題っていうのを、ああそうなんだって知ったんですけど、うん、あんな感じだったんですか実際も。そうなんだと思うんですよね、うん、でそれとやっぱりその、まあ、チベットも、まあ、そうなんですけれども、すごい経典っていうものがね、はい、要するに あのチベットもそうですしウイグルもそうだけれども、その経典こそが学校ですよね、はい、学校の勉強の教科書であって、うん、でそういったものを全てがこう破壊されてしまったので、はい、もう何が何だか今の若者もかつてのこともよく分かんなくなってるんじゃないかと思うんですね、はい、それでまあまあ、中国っていうのはそういうところで、まあ、宗教っていうのを弾圧っていうよりもその宗教っていうのをなくしてしまう、はい、ようなことをしていくわけですけれども、で、まあ、モンゴルもそうですしチベットも非常に似た学びをしてたわけですよね、はい、そこが、まあ、ことごとく破壊され、そして今のチベット人の人たちっていうのも、まあ、一部分で言えばやっぱり中国と混血してしまった人もいて、
でチベットっていうものがどういうものであるかっていうのが今の若者でどのぐらい分かってるのかっていうのが、うん、今すでに分からない状況ですよね、はい、でそれとやはりあのチベットに関して言うと実は私の友人が日本人なんですが、はい、中国のパスポートでチベットの自治区の中を、はい、普通では入れないとこ入ってるんです、はい、割と最近、うんうん、最近1年以内の、はい、1年半ぐらいの最近です、はいはい、それで映像をことごとく撮ってるので、はい、まあ、見ているんですが、はい、まあ、思ったのはそのチベットの方たちの家って実はいい家なんですね、うん、要するに中国共産党によって買われちゃってるわけです、はい、でいい家も建ててもらってで、まあ、ある種で言ったらこうチベット人としてのアイデンティティをもう骨抜きにまずあの協定は読めない状況にされ、はい、その上で骨抜きにされ札束でっていう状況にされていて、うん、で若い子どもたちっていうか子どもたちもね、うん、明らかにチベットの子どもがこう外国人が乗ってるであろう車に来てお金をくれと言ったりとか、うん、はい、まあ、そういうことをしたりするわけですね、はい、非常にだからあの風紀が乱れたというかあまり良くない状況のと、うん、エリアもいっぱいあったっていうのを聞いて、はい、寂しいなと思いました、うん、やはりその宗教で非常に戒律も厳しくそれでいて非常に心優しい仏教徒であったはずのチベット人が、うん、はい、わずかこの、まあ、ある意味で言ったら 2,30 年の間ですけれども、うんうん、大きく変容してしまったと、はい、である意味で言ったら、まあ、地の浄化もされている上である意味で言ったら自分たちが持っていたアイデンティティ宗教全てにおいて、うん、もう放棄させられてしまっている状況であるわけだから、はい、うん、チベットに住んでる人ではあるけど本当の意味のこのペマキャルボさんとかダライラマさんのようなチベット人らしいチベット人と、うん、今向こうに住んでる人はどうなんだろうっていうのが、うん、ありますよね、はい、でそれだけあの共産党であり中国の宗教弾圧っていうのは非常にまず大きいのとあとウイグルのイルハムさんなんかもおっしゃってるのは、はい、まあ、1年に1回ラマダンをしますよね、はい、で1ヶ月ぐらいの間は昼間は唾も飲まないと、うん、それなのにそういう時に限ってその中国人の役人がウイグル人が勤めてる場所に来てお弁当を置いてくる置くんだそうです。でこれを食べろと食べなければ帰らないっていうそうなんですね、はい、要するに自分たちのラマダンという習慣まで崩壊させようとしているわけですよ、うん、でしかも学校とか行ってる間はモスクに行っちゃいけない、はい、教育を受けてる間行っちゃいけない、はい、でそれと同時に退職した後ももしモスクに行ったら今度は年金あげない、うん、だから生涯行っちゃいけないっていうことじゃないですか、はいはい、結局はまあいろんな意味で、まあ、宗教っていうのをなくすっていうのはその民族を淘汰させるってことですよね、うん、ね、いや、まあ、私なんかもこの CGS の番組で6年8ヶ月アメリカの占領政策、いやこれをちゃんと知らないと今の我々の問題点とか課題っていうのは見えてこないよという話はしているんですが、まあ、それとは比べ物にならないくらいですね、まあ、ひどいと言っていいと思うんですけど占領政策が実際今現在も行われていると。そうなんです。でにもかかわらず、まあ、我々結構平和ボケしてますからそれを知らないと、まあ、沖縄を独立させてですね、まあ、中国ともっと友好的な地域にしたらいいんじゃないのというような勢力まで出てくると、まあ、裏には共産党ついてるのかもしれませんけど、そんなことになったら同じことされてもですね我々の日本同胞の日本人がですよ文句言えませんよと、そういうふうな状況に追い込まれたらですよ。そうですよ。そのリスクをやっぱり我々は知っておく必要が強くあるなと。でね、なんか最近ですよねそういうのが結構オープンに出てくるようになったのも、この10年ぐらい前ってなかなかそういう情報があっても出てこなかったように思うんですけど。そうなんですよね。なんかやっぱり、特に日本なんかそれをストッパーで押さえつけられちゃってる感じもあり、はい、それを言ってしまったらこう日中この関係はおかしくなるというふうに思ってたのか、はい、っていうことと、あとなかなか実態がわからない部分もあったっていうのも事実で、はい、でまあ、チベットとかウイグルが、まあ、ひどい目に遭ってるらしいってことをよくそれなりに認識するようになったのは私も90年代以降なんですよね、うん、だから80年代に留学していたけど非常に明確に知ってたわけではないんですよね、はい、うん、でしかも80年代はまず少なくとも1回ちょっとこうオープンになってチベットに人が行って私もとか日本人とかも行けた時期も、うん、まだなんか宗教存在するような感じだったんですよね、はい、で今だいぶそれがもちろんポタラ牛もあるわけですし、はい、存在はしてるとしてもその今までのように協定を読んだりとかっていう人たちがどれだけまだ残っているのか、うん、読める人がいるのか、やっぱり文字が読めなくなると文化ってなくなっていくわけですよね、はい、だからそこが本当にこう、まあ、時間の問題っていうか非常に危機的状況まで今来てるし、うん、
それと同時にもっと前で言えば満州族、満民族っていうんですけど中国語だと満州族ももうとっくにないですよね、はい、だからもう完璧に漢民族と同化してしまって、はい、で彼らが持っていた言葉ももう、まあ、なくなったわけですよね、うん、とするとまあ独自の文化もあったはずなのに、うん、それっていうのはもうよく分かんなくなってしまっていると、はい、たった2、30年で民族はまあ同化、まあ、もっと言えば消滅してしまうことがあるということで、ありますね、まあ、ある意味でも長い目で見たらそれが世界の歴史で、はい、かつてだってアメリカ大陸だってインディアンの方々が、まあ、インディアンというかね、まあ、ネイティブアメリカンですねの方々が住んでたわけですけども、彼らもほとんどね一部のところにしか存在しませんし、まあ、そういう点でいうと我々は2000数百年ずっとこの島にいて、まあ、渡来人とか、ね、渡来人とか受け入れてきましたけど、とはいえやっぱり日本人として残っている、だから危機感とかこうなくなってしまうかもしれないっていうのがないんですよね。そういうのが想像できないんですよね。ですよね。だけど世界中っていうのは国はなくなったりね、民族もなくなったり、うん、チャンパ王国だったけどあったけどなくなったりとかね、はい、そうしてるわけですよね、うん、だから日本だって国が政策を変えれば、はい、起こり得ることだっていうふうに考えていいと思いますね、うん、はい、ですのでまあいろいろね今ネットで調べればチベット、モンゴル、ウイグルの問題出てきますし、まあ、それに対して抗ってですね、まあ、自分で焼身自殺をする人もいれば、うん、クーデターを起こそうとする人たちもいて、まあ、それ弾圧されてますけど、実はネット調べると出てくるんですよね。出てきますね、うん、だからまあ我々ね対岸の火事と思って見てる方多いと思いますけども、一歩間違えれば今後の 2,30 年先にはですね、その影響がもっと日本の方にも広がってくる可能性は十分にあるという、まあ、危機感はね最低限持っておく必要があるのかなというふうに思いまして、はい、まあ、今回締めくくりとさせていただきます。今日もどうもありがとうございました、はい。